楽しく綺麗に。今日も始まりましたサニクリーンのドロソーチャンネル、本日のテーマはお風呂場のドアの通気口洗ってみた。今日のドロソーチャンネルは気になっているけどなかなか手が回らないお風呂場のドア、特に、この通気口の部分のお掃除について、お伝えしたいと思います。通気口の部分が汚れていますね。まずはペットボトルなどで水を流して汚れを緩めます。次に中性洗剤をハケでこするように塗っていきます。通気口の中の部分は重点的にこすります。届きにくいところは箸などの先にキッチンペーパーを巻いて対応。水で洗剤を流していきます。タオルでしっかり汚れを拭き取ります。次にハケで塩素系漂白剤を塗っていきます。汚れがこびりついている場合は湿布法を使います。時間を置いて塩素系漂白剤を水で流します。こういったカリカリ汚れが残ったら必殺ツール、陶器の黒ずみなどを落とす道具を使います。水で濡らして先端の樹脂を汚れに当ててこすります。きれいになりました。今日もドロソーチャンネルを見ていただきありがとうございます。今日の動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。残暑厳しいんですけども、僕は、嫁の作ったシソや梅ジュースを飲んで、頑張ってます。皆さんも何か飲んで頑張りましょう。さよなら。